嘘だ、ゼロ人が見てる。ゼロ人が見てます。誰も見てない。楽しの配信なんて誰も見てない。ゼロ人が見てる。えいえい、あ、本当に私の、あ、なったなった、887人になった。ありがとうございます。あ、うっす、今日予約入れてなかったっけな、そういえば入れてなかったっけな。そっか、ごめんなさい。メール取ってる方以外ごめんなさい。メール取ってるあなたは予約入れようが入れまうが関係ないと思うけどね。はい、ユミリンが10時半をお知らせします。入ってなかった。ゲリラで始まった、畜生って思った方はぜひメールで言ってたんで、メール取ってたらね、こういう時なんか普通に何事もなく始めれますよ。髪結んじゃおうかな。はい、今日の配信はメールの、メール取ってる人は分かるっていう、もうメール、私基本メールびいきなんでごめんなさい。優先順位メールなんで。ツイッターもインスタも更新してない日でもメールは7つ送ってたりするんで。はい、今日はあるものを作りたいと思います。材料はこちら。この前何で使ったっけな、あ、この前使った残りの人参、チャーハン作った時、チャーハン作った時の人参。じゃん、じゃがいも、インゲン豆。分かっても言わないで、まだ言わないで、まだ言わないで、まだ何かなって言っといて。はい、玉ねぎ。そして今回の主役、じゃん、2割引きの牛肉です。これ、へえ、これ山口県産だ、やった。はい、ということで、え、言わないでって言ってるのに。はい、今日の花嫁修行は肉じゃがを作ります。イエーイ。はい、材料はこちら、でーん、こちらです。イエーイ。まずはお手手を洗おうと思います。じゃーん、毎回見せる私の。そう、前メールで言ってたかも、あの肉じゃが作りたいって言ってたかもしれない。ケロップはあえて、あ、はい、そうですよ。そんな、こんなうっかりはないですよ別に。しっかり手を洗います。しっかりめに、しっかり。牛肉はまだ使わないのでとりあえず切るので、ちょっとまだ冷蔵庫に。さよなら、さよなら。よいしょ。
は玉ねぎから調理していきたいと思います。そう、なんかどうしよう、どうしよう、どうしよう、この袋の中手を洗いました、ちゃんと。まずはじゃあ、はい、見えるかな、この辺にしとこう。まずは玉ねぎを切っていこうと思います。ここ切ってからの方がね、剥きやすいんだよね。ちなみに私あんまり玉ねぎで、あー涙がーってなんないかも。あんまりなんないかも。これのなんかね、串な、何切りだっけな、なんか何切りかあったんですよ。ちゃんと見た。ここで、ここよいしょ、串切り、串切りです。今回のやつは串切りでいきたいと思います。串切りなんて初めてする。ちゃんと調べた。ではちょっと、あ、私が愛用しているこのカープの、めっちゃボールみたいに使っちゃうんだけど、これ本当はそんな用途じゃないんだよね。思います。はいはい、次じゃがいも。じゃがいもは何個入れようかな、3個ぐらい入れようかな、せっかくだから。いやでも私すっごい冷静に考えると1人分の量だから、あの、なんだろう、そう、私は皆さんご存知の通り1人暮らしなのですよ、今。なのでちょっと、まあでも肉じゃがって基本私なんか多分残さないと思う。明日の朝とかで食べそうだな、明日の朝ごはんとかで食べそうな気がする。そう、余ったらカレーにできるしね。それな、カレー、カレー、じゃがいもの皮を剥いていきたいと思います。ピーラー、私ピーラーじゃなくてね、ピューラーっていう、これピーラー、ピューラー、なんか違うのかな、地域によって。ピーラー、ピラピラピーラー、ピラピーラー、ピラピラピーラー、ピラピーラー。さてこれ1時間半で終わるのかな、ところで多分ね30分ぐらい煮込まないとなんだよね。最悪一人でで完成して一人で食べます。あ、ピーラーか、みんな。ピーラー。あ、ピューラー派もいる？へぇ。そっか。そうなんだね。それはよかった。それはよかった、それはよかった。なんかこういう時にお母さんにちゃんとなんか聞いとけばよかったなって思う。なんか、お手伝いとかしても、なんか、私多分滝野家で一番料理のお手伝いはする方だったけど、なんか作り方とかはあんまり聞かなかったかもしれない。なんだろうな、
皮むいてとかこれやってとかこれ炒めといてみたいな感じのことしか聞かなかったから、だからなんかあんまりあれだな、なんか肉じゃがは 1,2,3 の法則っていうのがあるっていうのを見た。砂糖と醤油と料理酒だっけが1対2対3の割合で、そう黄金比率、そうそう、私料理キャラになっちゃう。ピューラーを使うのって私これ多分このピューラーを持ってたのって大学来てからだから4年前5年前ぐらいに持ってたんだけど一回も箱からすら出さなくって、最近この自粛期間になって初めてピューラーが家にあるってのを知って初めて使った。今まであるのも知らなかった家に。どうしよっかな、3つ入れよっかな、じゃがいも3つにしよう。じゃがいもはちょっとでも3つ余っちゃうから、なんかまた明日アレンジ料理をしたいと思います。ちなみに今ずっと下見てるのでコメントは読んでないです。たまに読んでる、今読んでる、食べたい3つでいいよね、あ、いい3つで、そっかそっか、ありがとう、教えてくれてありがとう。確かにね、じゃが肉だからじゃがいもとね、お肉メインだから結構主張していいよね。あなたが主役です、今日はあなたが主役、あなたがシンデレラよ、あなたがシンデレラよ、シンデレラ、私はフェアリーゴッドマザー、あなたに魔法をかけに来たの。見たでござる、ね、私これ4等分にしようと思ってるんだけど、どう ?6 等分にした方がいい ?4 等分でいいかな、この大きさ。4等分でいい ?6 等分の方がいい、大きめに切っていい、大きめがいいよね。私なら6かな、4だと思う。そっか、浮くか。はい、1、4、2、6、はい、何等分にしますか、1、4等分、2、6等分、はい、みんなやってて、好きにやってて、みんな私はこの料理してるやつ取るから、
9、8、7、6、5、4、3、2、1。はい。あ、手が反応しない、終了。やばい、マジで何これ。やばくない、めっちゃ接戦じゃん。割とどっちでもいいの、じゃあ本当に好み。まあでも大きいと、あ、ここ下肘じゃちょっと衛生的にあれだね。え、なんかでも大きいとちょっと割れちゃうって言うよね。大きいと、あ、に、確かに火通るのあれだね。じゃあありがとうございます、すいません、ちょっと微妙に負けたんですが6等分にします。投票の意味、投票の意味、あーでもいい感じの大きさかも。ぐらいになる、いい感じかも、いい感じ。これも、じゃがいもは好きですね。皆さんじゃがいも好きですか？私はじゃがいも好きだよ。でもじゃがいもはでんぷんが入っててね、野菜にしてはちょっとなんだろう、ちゃんと、あ、ちゃんとしてるっていうか、なんかあんまりね、こうダイエットにめちゃくちゃ向いてるっていうわけではない食材ですね。だからあんまり買ったことなかったな、じゃがいもなんて。でもじゃがいものなんか料理とか割と好きかも。はい、次、人参さん、さくらんぼさん。人参はでもこれはもう全部使っちゃいます。その前使ったやつの残りなんですけど、全部使っちゃいます。人参はいちょう切りにしよっかなって思ってます。でもなんか野菜って皮に一番栄養があるって言いますよね。このピューラーめちゃくちゃ薄く切れる。一周した、いや、めちゃくちゃ薄いんです。これで食べれそうな感じ。このインゲンは結構最後につけるんで、ちょっと抜かせとこう。なんか怖いなって、どうやって切るんだろう、これ。こう、そんなわけだよね。なんか変な感じになっちゃった。もっと薄くした方がいいのかな。なんかめっちゃいいか。え、でも人参って火通らないって言うしな。大きいかな、いっか。私歯ごたえある方が好き。別に火通んなくても最悪自分が食べるし、人参って生で食べれるし。私はウサギ。あ、そのぐらいでいい。あ、本当にありがとう。人参、
った。え、私切ったよ全部。もうあと何？何って何だっけ。手際よき、ありがとう。これ肉、肉もちょっとどうしようかな。肉ってこれなんかどうなんだろう。肉だっけ、私が見てたの。これじゃない、これだ。入れない。ちなみに私今回水を入れずに作りたいと。私どういうこと？言えてないよ、だって私。いや買った。本当に買った、私信じて。で買って、あとだ、これは違う。買ってただいまーってなってこっちに行って、それでこれをしたんですよ。それでチョコ食べて、チョコ食べたの、こっちでチョコ食べながら、あ、冷蔵庫入れないとじゃんと思ってそっち来た。なんで買った、私買ったね、信じて。買ったのにしらたきっていうか、私は糸こんにゃくを買った。こんにゃくってあんまり買うことないから、こんにゃく売り場ってどこだろうなと思って探したもん。もう店員さんに聞こうかと思った。レシート、確かにレシート、白サバフグ、いやこれは昨日のだ。買ってない。買ってない。私が今日買ったもの、卵、まあ菓子焼きを買いました、あの冷凍食品の。あとお昼で食べたあの豚肉を買って、あとインゲン買って、あと牛肉、じゃがいも、バニラアイス、チョコ以上。買ってない。嘘、買ったと思ったんだけどな。買ってなかったです。ちょっとお財布払ったんで手洗います。買ってなかった。でも私はちゃんと
ちゃんと私はこんにゃく売り場を見た。え、見ただけなの？じゃあ私はあの時、あの時私はこんにゃくをわざわざ探しに行っただけで買わなかったってこと？なんで？なんで？なんでだろう？なんでそんなことがあるの？うわー、いや、はいはいはい、はい、それでは、そう、チャブチョコ買ったからかな、なんだろうね、わかんない。はい、それではお肉を炒めていこうと思います。ここからだ。あ、牛肉です。そして私の大好きなごま油、レレ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 ン、ごま油。で、私ごま油ついこの間買ってきたのにもあと半分もぐらいしかない。この間買ってきたっていうか、まあ、買ってきた、うん、イエーイ、油油ごま油最強。え、ごま油最強、本当に本当にごま油最強。ごま油あるの女子力高い、本当にありがとう。まだかな、まだかな。ちょっとちっちゃい、これをキュッと。もうちょっとかな、あ、もういいかな、あ、もう良さげ。お肉を焼いていきたいと思います。ちょっと強いかも。オリーブオイルを使いました。いいね。最近ナナさんと連絡を取ってるんです。私やっと会いたいなと思って、お肉倍あってもいいな。これもだって自分が食べるんですよ。私肉じゃがって基本肉しか食べてないと思って、いや、じゃがいもも食べるけど肉メイン、もうもっと肉倍でいいのにっていつも思ってる。最近って言ってもなんかそんな一昨日ぐらいに連絡したぐらいかな。めっちゃいい匂いしてきた。皆さん土並べしてますか？今日からイチオシガチャが出ましたよ。ちなみに私は自分のイチオシガチャ2回引いて、ノーマル、レア、スーパーレアしか2回人も出なかった。心折れそうになったけど、それでようやく、かけらが溜まったんで、次引いたら絶対シークレットが出るから、それに向けて今コイン貯めてる。してません。じゃあ、ショールーム見なくていいから、七並べして始めてください。全然。ショールームは見なくていいです、見なくていいです。え、美味しそうだな。これってここで味付けない？何？
私のレシピを見てみよう。ある程度火に、ある程度火が通ったら、これはもうある程度火が通ったらかな。あ、5月ガチャに向けて貯めてる。なるほどね、賢い。でもよ、私の予想からしてさ、シーズン1のさ復刻ガチャあったからさ、多分5月中にシーズン2の復刻とかワンチャンありそうじゃない。それに向けて貯めるのもありだよね。私のやり方でやっていい？あんまり。これをこっちにとりあえず避けちゃいます。お肉をよいしょ。でこの汁でじゃがいもと人参を入れていきます。まだ玉ねぎはまだ。あ、正解だね。本当にありがとう、褒めてくれて。まあ、人それぞれねやり方はあるので、いい音だね。これ本当になんか明日の夜ご飯もこれ食べてそう私。私のツイッターを見てくれました。学校休校休校家で自習超集中超集力。学校休校休校家で自習超集中超集力。会うより今、私2個目がめちゃくちゃ得意で、会うより今愛あるのは会わない理由愛してる。会うより今愛あるのは会わない理由愛してる。このあ行が言えるんだよね。学校休校家で自習超集中超集力。学校急遽休校家で自習超集中超集力。学校急遽休校家で自習超集中超集力。一緒にやらずに一緒にやろう。もうちょっとあと1分ぐらい炒めますかな。大体ちょっと焦げ目がちょっと焼き目がねついてきたらかなと思ったけど、ちょっと念のためもうちょっと炒めます。愛してるが一番大事。そうだね、愛してる、愛してるだなんて日常生活で言わないですよね。歌詞とかでしか言わない。愛してる、愛してる、うん、歌を歌った時にしか言わない気がする。
常生活で、でも日常生活で愛してるって言われるような人になりたい。愛してるって大好きより上だと思ってる私は。愛、愛でしょ。ここに愛はあるんか。あ、ゆみに愛してる、ありがとう。ありがとう。ありがとう、ありがとう。本当に失敗したー。いやー、本当に、本当に、私の今日一の後悔は、チョコを買って、糸こんにゃくを買わなかった、白滝を買わなかったのが、ちょっと、あれですね。もう、今日一の失敗。なんかバナナに見えてきた。バナナだ、バナナだ、バナナだ、バナナだ。この歌知ってる人いるかな？なんか CD より、一回りぐらいちっちゃい、なんか、昔の CD みたいなのやつ？あ、もういいかな。があって、家に。はい、玉ねぎ。玉ねぎ。あ、これあれだな。どうしようかな。うん。ついてるか。いった。あ、そのぐらいがいいよね。はい、玉ねぎ。あ、うっそ、ごめんね、ごめんね。じゃがいも2個あった。ごめんね。ごめんね、ちょっと下に行きな、あなた。よいしょ。はいはい。ごめんね、ごめんね。あ、ごめんね、気がつかなかった。ごめんね、ちょっと開けてあげて、二人。ごめんね、ごめんね、ちょっと、はい、下に行きます。で、はい。料理酒。60ml。ね、60ml、ね、大さじって何 ml ですか？大さじって何 ml？ ヘイシリー、大さじ、ml。あ、私のシリー0.015リットルだし私の知り合いのしちゃった携帯の面白いってことは60だから4杯分ってことかな2 3、はい。そしてしょうゆを、あ、その醤油90だから1、2、3、4、5、6、2、3、4、5、6、まあでもこれは私のレシピなんで全然皆さんも好きなように作ってください。いつも分かんなくなるんだよね私。こっち塩、こっち塩、こっちが醤油。あ、砂糖だわ。いつもね分かんなくなるんだよ。えい、いや、これ2杯分砂糖。2杯分もいらないぐらいにしよっかな。えい、えい、
だめちゃめちゃいい感じ。ちょっとよいしょよいしょ、あ、お肉入れるの忘れてた、えい、ごめんね。これさ、なんか使ってないけどいいのかな、具が。玉ねぎがさ、やんわりしてくるから浸かるかな。どう？浸かるのかな。コトコトと対流が起こる火加減で煮る。これから何分、15分くらい麻痺です。えい、あとは待つのみです。麻痺おじさん、あ、水入れないです。私美味しくなーれ、美味しくなーれ。この時間に片付けしちゃう。はーい、みんなみんな褒めて、じゃあこの時間に後片付けする私を褒めてエールをください。あえらくね、嬉しい。そう、私の苦手な後片付け、よいしょ、後片付けしてる私偉い、よいしょ。まあでも言うてそんなあれだけどね、そんなに今日洗い物出なかった。ゴミも生ゴミしか出てないし、えらい、もう包丁を片付けるよ私、えらい、えらい、包丁が入って片付かれました。もうピーラー、もうピューラーを洗ったよ、えらい。今大さじを洗ってます、えらい、えらい。見て私のスポンジ、魚なんだ、かわいい、スポンジかわいい、かわいい。ふぅ、まな板を洗ってます。えらい、これマジでえらいわ。あ、サヤエンドウのヘタコだ。なるほどね。なるほど。そうしよっかな。もうこれで。さやインゲンって何？どうすんの？なんかさやインゲンを買ったの初めてなんだけど、さやインゲンをどうしていいかわかんない。このパーカー市販、あ、そうですよ、これストゥーシー、普通にストゥーシー、斜めに切る、へえ、数字を取った風。
これのどこを取るの？筋取ってから煮たらいい、煮るっていうかその茹でたらいい。先から紐をピーッと、あれできなかった、あれできないよ、ピーッと下手取った、え、ピーッとなんなかった、ここでしょ、だってこれ取れないよ、ほら、なんかほら、ないよ、インゲン豆だよ、合ってる、本当に筋ないやつ、これインゲン豆は筋ないの、逆じゃない、いや、どっちからやってもダメ、ないよ、筋ないやつなんだ、これは。鹿児島さん、鹿児島さんのインゲン豆は筋がないのかな、ちょっともう一個の方でやってみよう、あー、やっぱりできない、ちょっとできた、ちょっと見えるかな、インゲンは筋ないよ、そうなの、みんなさやえんどうと勘違いしてるのかな、インゲン豆だよ、これはインゲン豆だよ、てかインゲン豆こんなに使わないや、でもね、インゲン豆ここで使わないと私ね、もう使うとこないんだわ、インゲン豆を、え、どうしようかな、で、インゲン豆これ筋きっとここ取ったらどうするの、どんぐらい、4等分ぐらいですか、あ、マヨネーズに合うんだ、へえ、じゃあいいや、2個しか使わん、3個だけ使おう、肉じゃがにインゲン、私はインゲン入れますよ、私のレシピはね、だからみんな違ってみんないいんだって、何入れてもインゲンかさやえんどう、見てみ、肉じゃがで検索してみ、さやえんどう、インゲン、さやインゲン入れてる人いるから、人それぞれ、これは別にチンでもいいの、チンでもいいんだ、え、これはチンしてから切る、どうしたらいいんだろう、チンしてから切ったらいい、どっちでもいい、ラップにくるんでチン、で、そう、本当は茹でたいんだけど、なんかちょっと洗い物が増えるのがすごくめんどくさいので、順番は取らない。ありがとう。どんぐらい？え、なに、あーって、なに、ダメなの、このままチンしちゃダメなの、なに、なに、なに、どうしたらいいの、なに、もう茹でる、もう私怖いから茹でる、もういい、もう茹でます、もう洗い物増やす、もうこのインゲン3つのために捨
私はお鍋を出します。この見て、このインゲンのために出した鍋めっちゃ贅沢じゃん。あんたたち本当に贅沢ね。え、てかこれでさ、ここで茹でてたらさ、あとでさ、あれかな、ちょっとあれじゃない、マヨネーズつけて食べれるやつ、配信が終わってちまちまと、私もうこれ一緒に茹でとけじゃない、もしかして茹でといたら後から何かに使えるやつ。別で茹でるのプロ、やったー、ありがとう、思ってくれて。お湯かけたら美味しいんだ、へこれ、あと30分だ。どんぐらい茹でたらいい？茹でる時間が。これまだ多分沸騰してないんだ。ちょっとこれ。おーい。あ、めっちゃやば、めっちゃ色ついてる、色ついてる。玉ねぎ入れてあげて、流し込み。え、めっちゃ色ついてる。なんかこれ絶対私本当に明日の夜ご飯だわ。やば。え、お肉おいしそう。え、めちゃくちゃいい感じ、本当に。なんか一人で食べたくないよ。一人で食べたくないよ。誰かに美味しいねって言ってもらいたい。あとは待つだけです。お、お城が。一文字さん、春フェスとの出会いから1年。1年経ったんだ、ありがとうございます。一文字さん、わっしょいわっしょい、あれから1年経つんですね。わっしょいわっしょい、ありがとうございます。一文字さん、一文字さんにはじゃあバーのお礼にゆでかけのせやインゲンをどうぞ。はい、あーん、はい、ありがとうございます。ヨーヨー釣りしたね。ヨーヨー釣りしたな。ヨーヨー持って帰ったな。懐かしい。確かにまたああいうのしたいよね、フェス。なんか、うん。STU号でしたい、私は。船で。船の周りで、屋台がしたい。なんか屋台は誰でも来れて、その花火見るのが抽選で当たった人みたいな感じにしたらいいんじゃないかなって思う。ポップコーンじゃない、何にしよっかな。じゃあめっちゃ想像の世界だけど、なんか、うーん、なんか、なんかと、なんかとさ組み合わせたいよね。ひっくり返します。
で、やっぱり具が多いかな。あんまりでもね、頻繁にひっくり返しちゃうとね、あれなんだよね、じゃがいもがホロホロしちゃうから、ちょっと待つのも大切。今日も可愛い、ありがとうございます。なんか瀬戸内の名産物にちなんだのがやりたい。瀬戸内さんのふがし、でもふがしの私パンってやつ苦手だな、やめとこう。何しよっか、なんかメンバーが作れる、なんかメンバーが、なんだろう、何しよっかな。あ、いいね、瀬戸内レモネード。瀬戸内レモ、あ、私のたこ焼きいいんですか。じゃあ6個で800円、味は普通のやつかめんたらこマヨか。思ったより上心的、本当に一般的に考えたら高いよね、6個で800円って。お酒ありますか。お酒はね、だってなんかちょっとトラブルがあったら嫌じゃないですか。なんか成人メンバーだけならいいけど、皆さんがね、たくさん購入されたことによって何かピピピピピってなったらもうできなくなっちゃうから、そこはもうみんなノンアルコールで。飲み物はレモネード、瀬戸内レモネードと、まあ夏だけどアイスココア、なんかココアが、なんかちょっと看板書いたココア。ココアはなんか飲み物は全部500円かな、いっぱい。あとはなんか飲み物にしようか、飲み物を1杯800円にしてマイキューのランダムステッカー入りみたいな感じ。あ、アイスね、確かに。もうなんか船で食べれるアイスをそのまま。じゃあ、お、1万人ありがとうございます。あとは何しよっかな。焼きそば、弓ココアの焼きそば1000円1パック1000円で、あ、でも本当に私たちが作ったやつ、なんか私たちのレシピでスタッフさんが作ったとかじゃなくて、マジで朝6時ぐらいから私らがもうマジで眠いとか言いながら、なんでこんなこと言い出したんだろうねうちらみたいな感じ言いながら作った焼きそばだとしたら安すぎ。あ、確かに福ちゃんのうどん、確かに赤リンのうどんは、赤リンが作ったんだからは750円かな。うどん安い、すぐ売り切れそう。まあ確かにすぐ売り切れると思う。そんなにね全部量作れないから100食作れたらいい方なんじゃない。そしたらもうあれか、早物勝ちになっちゃうか。うどん粉から作る、うどん粉から作ったらもうあれだよ、もう1杯2000円とかだよ、もう本当にめちゃくちゃ時間かかりますからね。抽選かな、抽選ってなったら面白くないから、普通に並んで買えるやつがいい。あとは射的とかしたい、射的、なんだろう、グッズだけどグッズは全部サイン入ってるみたいな感じ。あとはあの船であるコーヒーのやつあるじゃん、コーヒーの素みたいな、あれとかもあったり、あとはいつだっけな、いつかの、あ、
ちょっと待って、充電切れそうだなと思って、ちょっと充電器を、あれだ、チョコ、あれはハロウィンかな、ハロウィンの時にマイキューが書いたチョコあったじゃないですか。ハロウィン来た方とかご存知かと思うんですけど、あれ、あ、インゲンどうなった、え、それな、まだ沸騰はしてないんだよね、めっちゃ湯気出てるけど、え、私肉じゃがの完成形わかんないんだけど、あー、めちゃくちゃ美味しそう、あれだよね、これ多分箸が刺さったらいいぐらいだよね、あのじゃがいもに、うわー、もうちょっとだな、刺してみよう、あ、もうちょっとだ、湯気から美味しさ、本当に湯気出てた、ちょっとじゃあちょっと味見してみよう、私全部本当になんか悲しくなってきちゃう、こんなになんか自分のために何かやるってあんまりないから、ちょっと、うん、おいしい、なんか人のためにとかならできるんだけど、あんまり自分のために何かしたくないんだよね、なーちゃんに食べてもらいたい、ちょっとなーさんに送ろうこの写真、あ、曇っちゃった、曇っちゃった、めっちゃ曇っちゃった、いや、盛り付けてからの方がいいかな、盛り付けてからの方がいいかな、え、めっちゃ美味しそう、ちょっとオクロ、自粛で読み力アップってきてるの、今日はじゃが、今日は肉じゃがを作りました、作りましたっていうか作ってますか、作りましたって言っちゃった、あ、トア来てるよって、ありがとう教えてくれて、あれ来てないの、あれ見当たらないかも、でも来てるよねタワーが、あ、ほんとだ、コーラさん、4月27日春フェスでエミリンを愛し始めた記念日です、ありがとうございます、コーラさん、わっしゃいわっしゃい、わっしゃいわっしゃい、ありがとうございます、ありがとう、わっしゃいわっしゃい、あ、インゲンはそれな、みんなめっちゃインゲン気になるね、もういいかな、ね、もういいかな見せてないけど、見せてないけど、もういいかな、いい、ありがとう、で、で、切る、
ばい、36分だ。肉じゃがって肉じゃが作ったっていうだけでちょっとあれだよね。なんか得意料理は何ですか？最近作ったのだと肉じゃがとかみたいな、なんか言いたい、それが言いたいがために今日作った。インゲンどうしたらいいの？最後に入れたらいい？まだ入れないの？ちょっと火弱めよう。いらない。ポイント高し。それな、盛り付けで添える。あ、最後に、そっか、じゃあまだいいか。ちょっと人参食べてみよう。家ならインゲン一緒に入れよう。へえ、そういうご家庭もあるのね。じゃあどっちでも大丈夫ってことか。別に。うん、おいしい。めっちゃ柔らかい。今度チャーハンとか作ったし、あ、本当にね、おとととととといぐらいに作ったよ。先週ぐらいかなに作った。ちょっとじゃあじゃがいもの端切れを食べたいと思います。してる。いい感じか。あ、もういい感じだ。なんかいい感じかな。あ、ちょっと私の大好きな大好きな玉ねぎを食べてみたいと思います。最後に。あ、でもじゃがいもこの辺がまだだな。ちょっと入れてあげて、この子優先でお願いします。あっ、ちょっと落ちそう。なかなかおいしい。もうこれは完成かな。じゃあ私何分から茹で始めて、今茹でて何分、めっちゃ今弱火にしてるんだけど、ちなみに一人暮らしで肉汁できたらすごそうだよね。あ、15分ぐらいから茹でてた。本当に？あ、じゃあもう結構茹でてる。はい、完成。え、どうしよう、本当に。なんか一人で食べるのか全部。でもなんかあった時に言ってね、私に。あ、そうだ、サヤインゲン入れよう。あの子肉じゃが作れるらしいよみたいな感じでサポートしてください。これ最後にも入れようかな。半分ぐらいちょっととりあえず混ぜ混ぜ入れて。
あ、うわ、しくった。この写真送ればよかった、さっきナナさんに。しくったの。あ、ちょっと完成を見せよう、皆さんに。じゃーん、肉じゃが完成。本当になんか、でも誰か来た時に逆にまた作れるから、よしとするか。誰か肉じゃがを食べに来てください、いつか。めっちゃ美味しそう。ちょっとこれも写真撮っとこう。これやっぱりこもっちゃうな、こもっちゃう。お肉最高だな、本当に。なんか最近お肉食べるって言ったら本当になんかなんちゃってしゃぶしゃぶみたいな感じで、なんか湯がいて終わりみたいな感じが多かったんですけど、ちなみに肉じゃがってこう冷える過程でどんどん味が染み込んでくらしいので、明日も絶対美味しい。これは言える、これは絶対言える。うわもう最高じゃん。うわーん、うわーん、絶対これ一人分の量じゃない。マジで明日の夜ご飯も肉じゃが。いい。じゃあそれでは、よいしょ、はい、移動します。定位置に移動。じゃん、ちょっと高めにしてるからあれかもしれない。ちょっと待っててね、いろいろ持ってきます。まずは、はいはい、時計、時計、時計の兄弟。うわ、本当に肉じゃがが作れると思わなかった。ちょっとママにも連絡しよう。見てるかな、見て。なんか最初の方とか見てそうだな。でも肉じゃが作ることは知ってそう。じゃん、完成です。私の肉じゃが、出てこない。いや、この期間に本当に私花嫁修行だと思う。本当だ。今写真撮ってる。いやー、早い、いや早ゆき花嫁になる。瀬戸内のそう、時間内にクリアしました。これはやめた。それではいただきます。まずはじゃがいもから。じゃーん、でした。ホロホロしてる。え、めちゃくちゃ美味しいんだけど。
玉ねぎ。最高。うわ、本当になんか毎回こうやって一人で作って感動してるけど、これを当たり前のように毎日作ってるお母さんって本当にすごいなって思う。なんか当たり前のように今日晩ご飯何って言ったら、あ、肉じゃがだよみたいな、豚の生姜焼きだよみたいな、私がもうせっせせっせ作ってああだこうだ言ってるのをなんかちゃちゃちゃって作ってるのすごい、うん、うん、うん、だから花嫁修行中です。あとはそう、チョコがこんにゃくに、こんにゃくがチョコに勝てなかった。うん、お肉いただきます。お肉、お肉おいしい。本当においしい。マジで花嫁修行だわ。じゃあこれをツイートしたいと思います。今日のツイートはこちら、肉じゃがを作りました。肉じゃがを作りました。女子力アップしかない。これでいいですか、うん、口とかかな、言える。じゃがいもの絵文字ってないかな。ないわ。肉じゃがっぽい絵文字って何。これか。これさ、じゃがいもの絵文字ある？ほんとだ。それではいきます。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。はい。あかりんが食べたいって、会いたい会いたい、あかりんに会いたい私。はい。ケントトさん、藤本いつきさん、やすさん、なおさん、のりさん、りきやさん、のりへくすさん、としやさん、そうさんさん、そしてよいしょ、コナンさん、なあちゃん&ゆいりん、ゆいり推し48さん、そうやんさん、川上さん、おめでとうございます。すごい美味しそうってみんな言ってくれてる。嬉しい、めっちゃ美味しそう。とっても美味しそう。ありがとう。肉じゃが作りました、わ、美味しそうって言ってくれたナナさんが、イエーイ。私がナナさんのために
今度作りますね。なので私は皆さんの作ったカレーが食べたいです。いろいろあるのバレちゃう。あ、今の普通に LINE でした。リプとかではなく。おいしい。本当に最高。ツイート来ない。本当に。じゃあ私のプロフィールの欄から飛んでみて。あ、おいしい。これおいしい。確かにマヨネーズ合いそう。あ、ツイート今来た。本当に。じゃあ今反応お願いします。今食べたい料理ナンバーワン、夢に手際が良い、器をプレゼントしたい、大正解、手際良かったね、飯テロ、美味しそう、そしてお腹空きました、絶対に美味しい、美味しそう、ゆみりんのレシピで今度作ってみよう。そうだね、ぜひ。私のレシピですけど、この作ったやつは。あ、今来た？本当に？じゃあぜひいいねとリツイートと返信を、3点セット。インゲンが効いてるね。得意料理ができたね。それの写真、料理も写真もうまい。ありがとう。素敵な花嫁になれるね。私も頑張ろう。一緒に頑張ろうね。ゆみりんのレシピ親に見てもらおうかな。まあでもね、ご家庭のそれぞれなんか作り方があると思うので、別に何が正しいとかは、まあこの方が美味しいみたいなあるかもしれないけどね、ぜひそれが家庭の味とかだと思うのでね。プロフィールから見たよ。ありがとう。おいしい。器おしゃんね、かわいいよね。これ葉っぱなの。インゲンいい音ね。いい音。今日はエヴァだね。今日はキティちゃんだよ。これはなんか安かったから、半額ぐらいになってたから買ったかな。可愛くない？確か3コインズで半額だったのかな。男女屋もちょっと待って、このお肉食べてからにして。声を大にして最近肉じゃが作ったと煽ってくださりやします。13位、石井秀さん、中尾氏、美子大好き、ただいま女子力急激に上昇中、上昇中、ありがとうございます。12位、奈央さん、愛より今愛あるの合わない理由、女子力高すぎ高すぎ、ありがとうございます。11位、高弘恵子さん、ありがとうございます。10位、スランプくんさん、戦場滝のレストランで肉じゃがとたこ焼き食べたいね。肉じゃがも得意料理に追加されました。もう分量は覚えた。イエイ。
ありがとうございます。キューヒットミさん、ありがとうございます。八井力也さん、前より料理の手際が良くなってるよね。ね、チャキーン。でも実は私あれなんだよね、割とできるかもしれない。ヒットミさんが片付けできるのがいい女の条件だし。そっか、じゃあ私が一番苦手なところだ。いい女になれるように頑張ります。七井水さん、料理は在宅と女子力アップに貢献ですね。貢献です。お家でやろう、おうち時間、おうちで STU、 ありがとうございます。6位ゴーセブンさん、ゆきりんさんからツイートフォロー1周年おめ、ありがとうございます。ツイッター確かにこの時にしてもらった、懐かしい、ありがとうございます。5位大先生さん、今日も楽しい日ありがとうございました。こちらこそ見てくださってありがとうございました。4位がたけすけさん、 CM 記念カードやっと引きました。おお、おめでとう。私もあれ引いてるけど、あと自分の普通のシークレットのみです。頑張ります。第3位が、ニック・ジャガー緊急来日、グッジョブ。ありがとうございます。緊急来日、でも今は来日しちゃダメだよ、マジです。ありがとうございます。2位が一文字さん、春フェスとの出会いから1年、ありがとうございます。1年、どうもありがとうございました。そして第1位がコーラさん、春フェスから夢に会いたくてただいま頑張りました。あ、今までか、今まで頑張りました、ありがとうございます。どうもありがとうございました。ニック・ジャガー、あと30秒しかない、ちょっと、うん、この後も食べたいと思います。一人で寂しく、明日もまたメールします。ゆっくり食べてありがとうございます。それでは最後までありがとうございました。明日も一日頑張り、ゆみりん、おやすみなさい、おやすみなさい。